ツイステファンなら絶対に反応してしまうディズニーの一番くじということで見ていこうかなと思います。先ほどツイッターで知ったんですけど、このセガラッキーオンラインくじというサイトで、まあ、ディズニーヴィランズ&ディズニーキャラクター2023という一番くじが発表されたんですが、ん？ラインナップを見てみると、ハートの女王、スカー様、アースラ様、ジャファー様、イービルクイーン女王様、ハデス様、マレフィセント様、ファールフェロー、ギデオン、フロロハンジ。ん？ラインナップは A 賞ブックレット全1種類 A4 サイズで、まあ、いろんなヴィランズの情報が載っている冊子ですね。これかなり欲しいな。1キャラクター何ページぐらい載ってるんですかね。 B 賞ポワポワお座りぬいぐるみ、可愛いですね。全体的に赤ちゃんっぽいデザインになっていて可愛いですね。フロロハンジもだいぶ幼くなっていて、某ノーブルベルカレッジの生徒会長のように感じますね。はい、で次 C 賞コテントフィギュア、まあ、こちらぬいぐるみではなくて、まあ、人形ですね。獣のヴィランズが対象といった感じですね。 D 賞がカードケース全10種類、はい、E 賞がアクリルスタンド。え、これさ、デザインめちゃくちゃ良くないですか？今回この一番くじのために書き下ろしたイラストですね、これは。まあ、みんな玉座に座ってるのかな？まあ、スカー様はさすがに人間の玉座には座れないから、人をダメにするクッションでね、寝てる、まあ、いつも通りのスカー様ですね。最後の F 賞がカードセット3枚1セットの12種類とのことです。ハートの女王と白雪姫の魔女イービルクイーンですね。あとリロ&スティッチの映画とかテレビシリーズに登場するハムスターウィールビールか、ジェットサム、フロットサムもおるやん。ウツボがラインナップに入ってくるってほんとすごいな。感慨深いものがありますね。はいはい、あで下の方にある商品一覧のところで画像で A 賞が提供割合が 2%、 これズームして見ることはできますね。わ、いいな、この表紙だけでもさ、だいぶおしゃれだよな。 1,2,3,4,5,6,7,8、 あれ、表紙からファールフェローとギデオンだけリストラに合ってるんだけど。あとね、今回驚いたことがあって、僕あのオンラインくじはねあんまり引かないので、まあ、他も一緒かどうかわかりませんが、今回セレクトショー開催っていうのがあって、なんと15回引くたびに1回は抽選をせずに好きな商品を選んで獲得することができるみたいです。なんであのブックレットとか特定のものが欲しい人は15回引けば必ず手に入るみたいですね。まあ、在庫に限りとかは多分あるので、まあ、早めに引かないと売り切れてしまうとかそういうのはあるかもしれませんが、なんならもう全てのさ一番くじお店に置かずさ、もうオンライン対応してほしいな。ね、あのツイセとかキングダムハーツの一番くじ、まあ、引いたりするんですけど、まあ、それも全部オンラインくじでこのセレクトショー、あの常設してほしいな。いや、それは大変なのかな。まあ、そんな感じで、販売期間は本日28日から、10月1日まで、まだ1ヶ月ちょいやってますので、気になる方は、挑戦してみてはいかがでしょうか。はい、なんか案件っぽくなりましたが、あの全然案件ではないです。 Twitter 見てて気になったので、あ、これ動画にしたいなと思ってね、動画にさせていただきました。はい、今回の動画が良かった、参考になった、ディズニーヴィランズ大好き、ツイステッドワンダーランドとかキングダムハーツも大好きという方はね、よかったら、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、じゃあそんな感じで、またねー、バイバイ。